大日本プレス名古屋大会第6試合、本日のメインイベント DJW 認定デスマッチヘビー級選手権試合スーパー G ショックデスマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー G ショック戦闘170センチ、105キロ、兵藤明が、赤コーナー第44代チャンピオン4度目の防衛戦、暗黒プロレス組織トリプルシックス、175センチ、93キロ、宮本牛子。レフェリーマック武田。リングの前十分ご注意ください。
選手間5分経過、5分経過。
10分経過、10分経過。
12キロ宮本優子選手の勝利です。今日初めてのデスマッチヘビー級どうだった？楽しかったか痛かったか。まだ俺は負けるわけにいかない。まだ俺が教えないといけないことはいっぱいある。今日俺との試合で何か学んだか教えてくれよ。宮本さん、まず今日の試合を通して思ったこと、楽しかった、痛かった、そんなわけないじゃないですか。ただ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 悔しい、それだけですよ。絶対このままじゃ終わらせないです。自分たち人食戦闘、宮本さん、あなたのことを自分たち人食戦闘は最高のライバルだと思ってるんで、これから対等にやれるようにまだまだ自分たちとっくに励むんで、ずっとそのベルトを持っててください。オッケー、ずっと持っとく。宮本優子選手との、まだまだ果てしない距離を感じた、そんな試合だったんですけど、まだね、こんなもんじゃ自分は大日本プロレスも引っ張れないし、デスマッチもまだまだ引っ張れない。最後にね、マイクでも言ったけど、楽しかったとか痛かったとかそういうんじゃない、ただ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 自分の無力さが悔しい、そんな試合でした。でもね、このタイトルマッチは自分にとっても絶対大きな一歩となると思ってるんで、絶対にこの経験無駄にせずに、これからもね、星川さんと一緒に特訓していきます。はい。